担当あなたの心に満塁ホームラン。
タピオカ大好きのののかです。よろしくお願いします。ののちゃんです。では皆さん、大垣の皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。ちょっと元気がない、ちょっと寂しいから、もう一回いいですか。大きな声でお願いしますね。大垣の皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。私たちは東海3県を拠点に活動するパフォーマンスアイドルユニットです。今聴いていただいた曲は「月の予感」という曲で、私たちが歌う曲は全てオリジナル曲となっています。イエーイ。でね、今日ね、大垣2回目なんだよね。そうなんです。2回目の5月3日だけいますか。その時も来てくれた人っていますか。いますあ、いっぱいある。あ、本当ですか。もうね、5月とはもうね、気温が大違いでして、暑いですね、今日はとっても。ということで、ここでですね、ある時間を設けたいと思います。水分補給タイム。じゃあ、りんちゃんとあの、いってらっしゃい。みんなもカメラ置いて飲むんだぞ。ちゃんと熱中症になっちゃうから、水分取って、ドリンク取って。暑いですね、本当に。もうラッシュガールズ行くの汗かきなんで、ちょっと恥ずかしいですけど、そこ張り合わなくて。皆さん、さっき私水まんじゅう食べたんですけど、皆さん食べました。もう食べました。食べてない。食べてください。食べた人います。なんか今月は桃を買う限定の味で、毎月変わるらしいんだけど、いちごとか桃とか、ね、今月は桃だった。すっごい美味しかったので食べてみてください。あ、帰ってきた。行ってきます。いらっしゃい。今何の話してたんだ。水まんじゅうかな。水まんじゅうかな。あの二人さっき食べてたもんね。そう、私たちね、別のことでちょっと別行動してたんですよ、22で。なんかちょうど、あれなんか見た人、あ、俺なんて思ったら水まんじゅう買ってんの。もうね、私らの分なかったですね。なかったです。かぶられましたので、なんで、食べ終わってから食べたいかなっていう。そう、お腹がペコペコなんで。そう、お昼もフランクフルトでした。もうちょっと食べたかったね、唐揚げとか焼きそばとかね、できれば。皆さん、お昼ご飯ちゃんと食べましたか。本当に今日食べないと体が持たなくなっちゃいますよね。めっちゃしゃべるよ。飲んだ、まずみんな水飲みました。あさあね、そろそろ皆さんもね、はい、踊ってないと写真撮りがいがないと思いますので、次の曲に行きたいと思います。ですが、私たち残念なことにあと2曲でおしまいでございます。それでは2曲続けてテンション高くいきましょう。おやすみだけキッスと片思いメーカー。おやすみ君だけに投げキス、キラキラと輝くシューティースター。夢で会えたならベリーハッピー、明日もまた君に会える。はい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 。
と輝くシューティーさん、一緒に見れたならベリーハッピー、明日もビデー、君じゃなきゃダメだよ、明日も輝くよ、シャイニースマイル、素直になれたならいつ OK、 明日もまた君のそばで、
ちでした。ありがとうございました。この後ですね、左奥の方の肉屋さんのシャッターの近くで物販させてすぐ始めますので、この後よかったらお時間ある方遊びに来てください。来てください。ありがとうございました。